ああ、疲れた。何人家族だ。たく。おい。いい加減玄関の靴片付けろって。お前の靴だらけで俺が靴を脱ぐスペースもないんだけど。なあ、聞いてる わったお菓子の袋に飲みかけのペットボトル。なんだよ、これ。<laughs> はいはい。仕事行く前に出しとけばいいんでしょあ,あ、それは俺がするから、とりあえず玄関と部屋片付けてよ。てか、付き合い出した頃の献身的なお前はどこ行ったのかね 最近はメイクもしないし、下着だって同じのばっか。はそんな気も使えない女でく気になんてなるかよ。俺に抱かれたいならもう少し考えてから言うんだな。てか、この雑誌ももう捨てるよ。うん。写真 え、誰こいつはえー。何お前可愛くメイクしちゃって。随分楽しそうにしてるじゃん。え、しかもこの写真の日付って、お前が実家に帰ってた時だよね。うーん。 なるほどね。わざわざこいつと浮気をするために俺に嘘をついて実家に帰ったと。何が違うんだよ。てかお前バカなの今時どこのドイツが写真になんて残すんだよ。こんなの見てくださいって言ってるようなもんじゃん。ねえ、もしかしてお前さ。 俺と別れるためにわざと見つかるようにしたの。ね。<laughs> いい時をしてるじゃん。お前もこの男も。<laughs> 俺、今まで我慢してたけど、もう限界だわ。 別れます。はい、終わり。なんて簡単に終わるわけないだろう。俺はお前と別れないよ。だってここで別れたら、やっと別れられたーとか言って、お前が幸せになるだけじゃん。そんなの絶対に許さないよ。今まで俺がどれだけお前を愛して、お前が変わった後も尽くしてきたか。尽くしてきた分、 今度は俺に返してもらわないと。ほら、今ここでその男に電話してよ。もしお前ができないなら俺がしてやるから、スマホ出せよ。んねえ、痛い目見ないと出せないのそれとも、その男を守りたいの いいから出せって <laughs> やればできるじゃん。じゃあ次は男の番号を出して。電話して、やっぱり彼氏が好きなの。あなたとは遊びだったのって。い,いえ。できるよな。お前。 自分の立場わかってるよな。ここは俺の家。俺に逆らえば家なき子になるよ。それとも実家に泣きつく <laughs> 悪いけど、お前の父親の会社は、俺の会社の下請けだってこと、忘れんなよ。今すぐ契約だって打ち切れるんだよ。なあ お前の行動次第で父親の会社も倒産するな。<laughs> まあ、それはそれで面白いけど、家族揃って路頭に迷うとか。<laughs> なんだよ、その目は。なんか文句でも 俺は優しいから浮気も許してこれからも一緒にいてあげるって言ってんの。感謝されても睨まれる筋合いはないけどね。あ、あと、通帳と印鑑出して。お前に金も出すとくてろくなことしないから。これからは俺が管理してお前に毎月小遣いを渡す。はどの口が言ってんの お前なんか一日三百円もあれば十分だろう。昼飯はパンでもかじっとけや。飲み会も禁止。友達と会うのも俺が許可した女友達のみ。実家に帰るのも俺が一緒に帰れる時以外は禁止。あとは門限と GPS。そして逐一何をしているか連絡してくること。守れるよな。 いいのかなぁ父親の会社ねいいの <laughs> <laughs> お前は一生俺に従うしかないんだよ お前の人生は、もう俺の手の中にあるの。<laughs> ああ、本当に俺って優しい。バカな彼女を見捨てずにいてあげるんだから。<laughs> あれで泣くの泣きたいのは俺の方なんだけどな。嘘泣きですかねえ。 泣けばどうにかなるとでも思ってるんですかねえ。ん残念だね。俺は騙されないよ。俺さ、別にお前じゃなくても寄ってくる女はいるんだよ。なのに、お前を選んでやるの。神様だよな、本当に。 なあ。一生おやまえよ。俺のこと。ん <laughs> そうだな。俺をこんな風にしたのはお前。改めて気づいたよ。俺はお前を愛していたんだなって。もう一度言うぞ。 俺はお前とは別れない。死ぬまで俺のそばにいてもらう。なにスマホ隠そうとしてるの電話まだしてないだろう。隠すなよ。な。お前は俺のもの。他の誰にも渡さない。分かったか じゃあ、最後にもし言いたいことがあるなら聞いてやるよ。ごめんなさいと愛してる以外の言葉はないと思うけどな。<laughs>